SKS はソビエト連邦で開発された半自動小銃である。第二次世界大戦後の1949年に正式採用されたものの同時期に開発、採用された AK-47 への更新のため、ソ連軍における運用は比較的短期間に止まった。SKS とは下の富士同層点カービンの略。SKS は 独素戦災中の1943年に採用された7 6 2 m x 3 9 m m 弾を使用する最初の正式小銃である。ウラジーミル・ヒョードロフの訓当を受けた銃器設計者の一人であり、AVS-36 や PTRS1941 などの設計で実績があったセルゲイ・シモノフが設計を担当した。 当初は 7.62X54 メートル MR 弾仕様のカービン銃として設計が始まったものの、後に M43 弾仕様へと変更された。SKS が開発された時期には、独ソ戦で使用された MP43 が、ソ連のデザイナーたちにも大きな影響を与えており、ミハイル・カラシニコフの設計した AK-47 アサルトライフルは、 MP43 の影響を強く受けたデザインだったが、SKS は独立したグリップや着脱式断層は備えず、ガスピストンが重心上部に配置される他は従来型の小銃と同様の形状となっている。閉鎖機構は下の符が設計し実績のあった PTRS1941 と同様のティルティングボルト式を採用している。また、 AVS-36 や SVT-40 が採用したものの、マガジンリップ部の変形による球団不良を起こしやすかった着脱式断層は採用せず、固定断層へのストリッパークリップ相談を採用しているので、これにより SKS の堅牢さと信頼性は高まっている。欧州軍の伝統から発展した独自の重心戦略理論を有した、 ソビエト連邦軍では第二次世界大戦前から自動小銃の研究が盛んであり、ロシア帝国軍時代に最初期のセミ、フルオート療養の自動小銃であるフェドロフ M1916 をすでに採用していた実績があり、独ソ戦以前から SVT-40 などがすでに採用されていた。1940年に SVT-40 が採用された後、 ソ連では引き続き SVT-40 のカービンモデルの設計が試みられた。1940年から1941年までの間に、磁気カービンの主要な候補となる4つの自動小銃が設計された。すなわち、トカレフの TKB-65 設計案、第74工場の設計案、エピブ第314工場の設計案、そして、 下野府の SVS-53 設計案である。下野府率いる第180設計局が手掛けた SVS-53 は SVT-40 に基づかないものだった。1940年10月、SVS-53 を用いた前線における試験運用が行われた。動作不良や部品の破損といった改善すべき。 問題点も指摘されたが、4つの設計案のうち、最も有望とされ、これを原型とした新型カービンの設計が推奨された。1941年4月、下野フは2種類の試作中、SKS-30P-41 グラムと SKS-31P-41 グラムを設計した。 SKS-30 と SKS-31 の構造はほぼ共通だが、前者は、下方から円ブロッククリップで装填を行う銃、連発固定式断層を、後者は、髪型から、ストリッパークリップで装填を行う後、連発固定式断層を備えていた。5月に行われた、試験運用では1分あたりの射撃回数が比較され、 共に、模型ナガンを大きく上回っていたが、断層を開いて、クリップの交換を行わなければならない。SKS-30 は、一般的なストリッパークリップや、着脱式断層を用いる、他の小銃よりも装填に手間がかかるとされた。また、SKS-30 は SKS-31 よりも、動作不良が多かったほか、下部に突き出した断層が、 銃剣格当時の妨げになると指摘された。5月29日、砲兵総局は5連発の SKS-31 を試験用に50兆調達することを認めた。1941年6月には、バルバロスサ作戦の元ナなスドイツのソ連侵攻が始まっており、これに伴う工場の放棄なども、相まって、下の符によるカービンの設計は大幅に遅れることと、 なった。50兆の SKS-31 の製造が完了したのは1944年5月のことだった。これを用いたベラルーシ方面軍やビーストレル士官、教育課程による試験運用では、装填が容易、軽く、取り回しに優れるなどと評価された一方、砂塵に弱く、玉詰まりや排砂や不良が多いなどの欠点も指摘された。 欠点の指摘を受けて不評への配備には適さないとされ、2 0 0 9級装備としての評価を行うため、砲兵隊での試験運用も行われたが、やはり現状での配備には適さないとされた。その後、下野府は、SKS-31 に改良を加え、診断薬である M43 弾、使用銃の設計案として提出する。 終戦後も改良が続けられ、1949年には1945年式、下野府自動装填カービン、すなわち、SKS-45 として、正式採用された。ソ連国内での製造は、1949年から1956年まで、 トゥーラ造幣賞で、また1953年から1954年までは、イジェフスク工場でも行われた。マガジンは、固定式で、弾薬は専用のクリップでまとめられたものを押し込む、方式であり、M1 ガーランドの8連円ブロッククリップよりも、SKS の10連ストリッパークリップは弾をはめるのが、容易である。装填終了後にボルトキャリアを少し引くと、 ボルトストップが解除される仕組みであるため、クリップがなくても指で一発ずつ押し込むこともできる。また、米国などでは、サードパーティー製の横断数の着脱式マガジンなども、市販されており、固定マガジンのテーブを取り外すだけで乾燥でき、固定マガジンテーブのリリースレバーが、マガジンキャッチとなる。バレル下部には折りたたみ式の銃剣を備えており、 スパイク型とナイフ型の2形態がある。折りたたまれた際には、先端が重厚と反対側へ向き、ナイフ型の刃が重心側になる状態で、ハンドガードの溝に収納される。近年では、白兵専用の銃剣術の重要度は低下しているが、SKS を長く使用してきた中国では、依然として、 日本式の銃剣術が重要な平和技の一つとして教育されている。また、ホームプロテクションやサバイバル用途で SKS を購入する米国人にとって銃剣の威圧感と槍としての戦闘力は大きな魅力と映っており、これが SKS 人気を高めた要因の一つでもあった。安全装置はトリガーをロックするだけの単純なものだが、 レバーが小さいため操作の際は、AK 同様に必ずストックから右手を離す必要があり、これは、暴発事故を防ぐためのソ連型火器に共通する配慮である。7.62X39mm 弾は、アサルトライフルの弾薬として、世界中で使われており、 フルサイズの 7.62X51mm 弾や 7.62X54mmR 弾に比べると反動も弱く打ちやすい。SKS を持ったベトコンもともと SKS は開発当時運用されていた 7.62X54mR 弾仕様の小銃を補う装備と位置づけられていた。1949年にはソ連軍で採用されたものの この時期には着脱式弾倉やセレクティブファイア機能を備える小型自動小銃、すなわちアサルトライフルへの注目が集まっており、ソ連国内でもこのコンセプトを取り入れた AK-47 が開発されていた。正式採用された AK-47 が普及するにつれて、SKS は順次更新され一線を退き、1956年に生産が終了した。 ただし、その後も、議乗銃などとして一部が使用されている。AK-47 と同様、ソ連は、ワルシャワ条約機構各国に対し SKS を供給し、またライセンス生産を認めた。その結果、少なくとも97カ国で、軍用銃として採用され、およそ1500万丁が製造されたと言われている。SKS を供与された。 中国やベトナム、アフリカ諸国などでは、AK よりも単純な構造で故障が少なく狙撃に、向いた特性と、フルオート銃と違い大量の弾薬とマガジンを供給する必要がない経済性から、SKS は国上にあった援助として、大歓迎され、国産化されるなどしながら、現在に至るまで長く使用されている。SKS はそれほど、 精度の良くない 7.62EX39mm 弾を使いながら AK より長い重心から発射されるため集団性が向上しており、市街地やジャングルのような近接戦闘では速射も行える軽便さが顕微されていたため、SKS を装備した軍では、下のふがきとした M1 カービンのような首都よりも、M1 ガーランドに近い運用が主となった。 財政的に余裕のない時代が続いた中国では、AK よりも構造が単純で故障も少ない、SKS が1956年から56、式半自動不やりとして国産化され、1962年の中印国境紛争で使われた。1960年代までのベトナム戦争では来た、ベトナム軍やベトコン勢力の主力装備として、ソ連。 中国から SKS が供与されていた。さらに、アフガン軍の装備も SKS が多かった。AK-47 の採用後、ソ連軍から放出された SKS は、重砲店を通じて、ソ連邦各地に流通し、領銃としても普及した。法改正によって、軍用銃の所持が規制された後には、銃剣及び着剣装置を除き、 識別用の溝を薬莢に刻むピンを組み込んだ OPSKS が諸都社から発表された。アメリカ合衆国の民生用重機市場には1980年代に大量に流入し、当時は状態の良いものでも70ドル程度で購入できた。また、中国製 SKS は作りがやや荒かったものの安価かつ十分な性能を発揮したことから、 貧乏人の鹿ち獣と呼ばれた。しかし、1994年のアサルトウェポン規制法制定によって、中国製 SKS の輸入が禁じられたため、以後は希少性が高まり、価格も高騰していった。2018年時点では、安くても350から400ドル程度の値段がついていると言われていた。領銃として見た場合、 7 6ミリ x 3 9 m m 弾は、狩猟用小銃弾として普及した。30から30ウィンチェスター弾に近い威力を備える。ソビエト連邦、ロシア中国北朝鮮ベトナム東ドイツユーゴスラビア、セルビアアルバニア。ありがとうございます。